はい。えー、っと、日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、TTC コースのー、B コースの、えー、第2週の,あのビデオですで。9月29日に授業が行われますね、はい。第2週は学習管理システムと教授法というタイトルでお話をします。<laughs> えー、この最初のビデオでは学習管理システムとは何かについて話します。 まず最初に、あの、先生の仕事は、えー、とても大変ですね。えー、教案の作成とか、教材をコピーして配ったり、授業をしたり、テストを作ったり、テストをコピーして、えー、宿題をチェックして、採点をして、成績を管理したりします。えー、ABC とかそういう成績をつけますね。えー、このうち、この星がついているもの、これに関しては、えー、この学習管理システムを使うと、 えー、とても簡単にできるようになります。ですので、教案を作って授業をすること、そしてテストを作る、そのぐらいを、に集中できるようになるわけですね。えー、はい。学習管理システムというのは、ラーニングマネジメントシステム、LMS とも言います、えー。授業以外の仕事が楽になる道具ですね。で、えー、WhatsApp とか、えー、他にも LMS として使うことができる。<laughs> ツールもあります。はい。しかし、えー、まあ WhatsApp を LMS として使うのはあまり、えー、それほど便利ではありません、えー。インドでは、これ2020年に私がした調査ですけど、えー、インドではですね、えー、この緑色、学習管理システムは使ってないという人が一番多いです。44.1%の人ですね。えー、これは、えっ、ー、と、 日本語教師を対象にしたアンケートです。えー、ただ、えー、LMS を使っている人たちの中で一番多いのがこの青いところ、つまり Google Classroom になります、えー。つまり、インドで、えー、学習管理システムを使っている人の中では、えー、Google Classroom が一番人気があるということになります。 はい。えー、Google Classroom は、その、えー、インドで使われている有名な、えー、LMS ですけど、えー、これは何ができるかというと、宿題とテストの管理がとても便利です。えー、っと、先週のビデオで浅い質問と深い質問というのがありましたけど、えー、浅い質問なら採点も、えー、自動でできます。えー、深い質問は、えー、自動ではできませんから、えー あの、先生が採点する必要があります。はい。えー、それから学習者同士の交流にはあまり便利ではありません。はい。まず採点なんですけど、これは実際の、えー、あの、えー、と、Google Classroom の画面です。あの、ここにですね、人の名前が書いてありますが、ちょっと今回はもちろんあの、隠してあります。で、えー、ここにですね、こんな感じで、えー、例えば、 この自己紹介のところは、こういうふうに、ほとんどの人が出しているけど、この人が出してない。ミッシング、ミッシング。これは出してないという意味ですね。で、平均点が98点。で、2番目の課題では、平均点100点ですけど、たくさんの人が出していますけど、この人とかこの人は出してないということがわかりますね。はい。えーはい。で、あの、すいません。この辺はまだ採点していないので、平均点とかが出ていません。ここにね。 ここはクラスアベレージが一番上です。<laughs> はい。えー、で、これがですね、あの、えー、あの、ストリームというところで、ここであの、本当は交流とかができるんですけど、えー、私がこういうふうにクラスの写真とかをですね、共有しても、Google Classroom ではほとんど、えー、コメントとかがつかないですね。えー、理由は、あの、ちょっとよくわかりませんけど、書きにくいんだと思います。で、その代わりに、えー、私たち、えー、この、 あの、日本語教育世界の皆さんには、えー、スラックがあります。えー、ここにですね、シバーニさん、え、えー、シバーニさん、それからビシャルさんとか、えー、コンサムさんがここにコメントしてますよね。はい。えー、こういうふうに、あの、スラックでは皆さんが、えー、とても活発にコメントしてくれるので、こちらの方を、こちらの方を使いたいと思っています。はい。えー、それから毎週一回個人面談もしていますので、カレンドリーで予約するのを忘れないでください。 はい、えー。それでは、えー、最初のビデオはここまでになります。